佐伯市道山際線佐伯城3の丸屋グラモン付近の歩道佐伯市道山際線は大分県佐伯市にある市道である。国道217号を手前交差点から山手に至る 0.5km 区間の市道である。市街地背後にある城山の登録を走るこの道は、毛利市十二台の城下町の面影が残されている。また、明治時代の小説家、国北ドッポが教師として、 最近に赴任した、際の下宿があった、ドッポゆかりの道でもある。そのため、歴史と文学の道と名付けられ、1986年8月10日に、旧建設省と道の日実行委員会により制定された、日本の道百選に選定されており、大手前交差点付近の歩道に、日本の道百選の検証費が立つ。都市計画事業として、道路を拡幅した際に、 街並みにふさわしい都市空間を想像するために、歩道に石畳を敷き詰めて、沿道に黒松並木が作られ、電線を地中化するなど、歴史的景観を守る街路づくりが行われている。沿道には、城山登録の三の丸五点跡の正門であった、矢倉門のほか、一角に、矢野流景の生誕地や国木田どっぽが宿り木一万、していたという武家屋敷が現存し、藩主、 毛利氏の菩提寺であった、陽件寺がある。再起城さんの丸屋倉門城下町、再菊二木田ドッ館。ありがとうございます。